バサースト湾オリーブドラブ軽食で塗りつぶされた範囲がサウスウェスト国立公園指定地域。指定地域内で一番目立っている水域がバサースト湾。バサースト湾はオセアニア南部のタスマニア島南西部に所在する内陸に深く入り込んだ湾。数河川が流入しバサーストチャネルポートデビーを通じてインド洋最東単域へつながる。 行政区分上では、オーストラリア連邦タスマニア州南西タスマニアの一、地域であるサウスウエストオイルダネスの南部に位置しており、サウスウエスト国立公園を構成する地域の一つで、ある。サウスウエストオイルダネスを要する同国立公園は、1982年付で、ユネスコ世界遺産、タスマニア原生地域の主要構成地域になっている。サザナミ一つない。 穏やかな気水域である。水は川から流入する大量の炭ン,ンによって赤活色に染まっており、浅い水域でありながら深海生物が生息する世界的にも稽古な生物症が形成されていることで知られる。その意味では、オセアニアの生態系に関するユネスコ世界遺産としても評価される。水が赤葛色に染まっていることが大きな特徴。水が赤いため、 光が減衰する。水深約5メートルが通常の海の水深200メートルから500メートルあたりに相当する暗さになっており、水深わずか8メートルで光が届かなくなる安定した環境は、その意味では深海の世界と相通じるところがある。そのため、普通は深海生物と理解されている様々な生物が生息しているほか、 サンゴの原始的な死も数多く生息しており、あたかも太古より取り残されたかのような生物症が形成されていることで知られている。バサースト湾の水が赤い理由は湾に流れ込む川の水が赤いからである。主要な流入河川としては最も大きいオールド川のほか、ノース川、レイ川がある。これらの川の周囲には湿原が広がっており、そこには タスマニア島内に多く群生しているイネ科のボタングラスが繁茂している。この植物の茎や葉にはタンニンが多く含まれているが、地域一体の気候は低温のため、植物は枯れても分解が進まない。分解が進まないまま大量に蓄積される。植物遺体が含有するタンニンは、香水を一つの起点とする水循環によって土壌に染み出し、 土壌から川へ流入するが、川の水に混ざることで水に含まれる酸素と化学反応を起こし、その際のタンニンの性質として、赤活色に変色する。上流でタンニン成分の多い植物が繁茂するならどのような川でもタンニンは含まれるが、この地域ではあまりにも量が多いため、川の流れは目に見えて、赤活色に変わるのである。この川の水がバサーストアンへと流れ込むと、 淡水である川の水は、比重が軽いため、比重の重い湾内の海水の上に層を作る。その上、湾内は波が起こりにくい安定した環境にあるため、上層の淡水域と下層の海水域は拡張され、にく,く、各層が環境的に安定している。このようにして、光を遮る上層が、恒常的に保たれるため、ニ人を含まない下層にも光は届かず、 水域全体の多くの部分が深海にも似た暗い環境を保ち続ける。なお、湾内に波が起こりにくい原因としては、湾の入り口が幅500メートル程度と狭いことと、外海につながる部分に島があることから、外目の大きな波が湾内に入り込まないのが大きい。ただ、深海と相通じる環境がここに形成されたからとはいえ、深海生物が どのような経緯で染み付くことになったかについては学術的に判明していない。少なくともここに住む深海生物はどれもここで一から深海的応酬へ進化したものではない。ありがとうございます。